アナスタシオブスタマンテアナスタシオブスタマンテイヨセゲラ、アノスティジオブーステモンテはヨセグエラ、1780年7月27日1853年2月6日は、メキシコの軍人、政治家。1830年から1832年、1837年から1839年、 1839年から1841年の3度に渡り、メキシコの大統領を務めた。当時の保守派を代表する政治家である。ブスタマンテは1780年7月27日、メキシコのヒキルパンにて生まれた。ブスタマンテの父であるホセマリアは、 コリマ火山からグアダラハラまで雪を運ぶ運送業者だったが、息子であるブスタマンテに良い教育を与えることができた。彼はメキシコシティで医学を治めるとサンルイスポトシのサンファンデディオス病院の院長となった。1808年、ブスタマンテは国王軍に騎兵士官として入隊し、フェリックス・マリア・カリエ派の指揮下に入った。 1810年に、ミゲルイダルゴの反乱が起きるとブスタマンテは、カリエ派の下で、王党派として戦った。独立戦争の時には、彼は大佐に昇進していた。1821年3月19日、友人である、アグスティン・デイトゥルビデが、グアナフアト州、パント派で、メキシコの独立宣言を行った時、ブスタマンテもそれに協力した。 メキシコ帝国が崩壊するとブスタマンテは連邦派に属したがアカプルコにて投獄された。しかし当時のグアダルーペ・ビクトリア大統領によって釈放された。1828年12月、ビセンテ・ゲレーロ大統領の下でブスタマンテは副大統領に押され、1829年4月1日に就任した。しかし間もなく、ゲレーロとブスタマンテは 対立を深め、同年12月4日に、ブスタマンテは、アントニオロペス・デ・サンタアナの支援のもと反乱を起こして、ゲレーロを追放し、1830年1月1日に、ブスタマンテは、大統領に就任した。大統領に就任すると、ブスタマンテは、保守派の支援のもと政敵の自由派を、次々と投獄し、秘密警察を使って、言論を弾圧した。また、 前大統領ビセンテゲレーロを罠にかけ、1831年1月15日に逮捕し、2月14日には、銃殺刑に処した。この暴政に、ハリスコ州、テキサス州、サカテカス州などで緊張が高まり、1832年には、かつてブスタマンテの就任を助けた、サンターナとゲレーロに追い落とされた。 正当な大統領選挙の勝者であるマヌエル・ゴメス、ペドラサがベラクルスで反乱を起こした。これを迎え撃ったブスタマンテは、プエブラ近郊でサンターナに敗北し、三者協議の結果、ペドラサが大統領に復帰することとなり、ブスタマンテは1833年にフランスへ亡命した。1836年12月、 テキサス独立戦争が起こるとブスタマンテは、当時のホセフストコロ大統領から呼び戻された。保守派が多数を占めていた国会では保守色の強い1836年憲法が採択され、その下で、ブスタマンテは1837年4月17日、再び大統領に選出された。しかし、戦争によって財政は困窮し、各地で反乱も起きている。 情勢下でブスタマンテにできることは多くなかった。1838年には、フランス人菓子職人などの訴えにより、度重なる内戦で被害を受けた、フランス人への賠償を求めて、フランス艦隊が戦線を布告し、サンファンでウルアンを砲撃し、ベラクルスを占拠した。きっかけが店を略奪された菓子職人だったため、この戦争は、貸し戦争と呼ばれる。 さらに、グアテマラの将軍ミゲルグティエレスが、南部のチアパス州に侵略を仕掛けてきていた。1839年3月20日、ブスタマンテは、タマウリパス州で、ホセデウレアが起こしていた反乱に対するため一時的に、大統領の座を退いた。その後、サンターナとニコラス・ブラボが短い間政権の座に、就いた。1839年7月9日、 ブスタマンテは、三度政権の座に就いた。この時期、ユカタンとベリーズとの間の国境が確定した。1840年7月15日、ホセデウレアは、刑務所から脱出し、大統領宮殿のブスタマンテを吸収した。ブスタマンテは抵抗したが、脱出を余儀なくされた。しかし、彼は政権を放棄しなかった。この時期、反乱が、ユカタンで勃発した。 1841年になると、サンタアナとベラクルス州及び、ハリスコ州の軍司令官がブスタマンテに対する新たな反乱を開始した。ブスタマンテは1841年9月2日、フランシスコ・ハビエル・エチェベリアに政権を渡し、退陣した。その後、ブスタマンテは、再び、イタリア及び、フランスに亡命した。1845年に、 米国戦争が始まると彼は帰国し、1846年には国会議長となった。同年、彼はカリフォルニアへの遠征を企てたが、補給不足のため実現しなかった。彼は1853年、余生を送っていたサンミゲル・デ・アジエンデで亡くなった。彼の心臓はメキシコシティのサン、フェリペデ、ヘスウス聖堂にイトルビデの遺体の隣に埋葬された。 メキシコ市、P112 白水社、フランソワ・ウェイ・ミュレールチョ、染田秀富士、篠原愛人役1999年5月31日、メキシコ市、P112 白水社、フランソワ・ウェイ・ミュレールチョ、染田秀富士、篠原愛人役1999年5月31日、物語メキシコの歴史 P107 中央公論新社、 大垣騎士郎2008年2月25日発行。メキシコ市、P112 白水社、フランソワウェイミュレール著、染めた秀富士、下原愛人役1999年5月31日。メキシコ市、P116 白水社、フランソワウェイミュレール著、染めた秀富士、下原愛人役1999年5月31日。ありがとうございます。